やあ、せつのきゅうすけだよ。今回は箱庭の歌パート33やっていきたいと思います。3が並ぶ日です。どれもいいや、7が並ぶとかそういうんじゃないんだから。前回見てくださってない人が多いような気がするよな、初見ってことは。初見さんの方はまあこの生放送終わり次第俺の YouTube のアカウントの方を飛んでパート31から32までバンバン見てほしいところ。そうじゃなかった人はまあこの展開が、この選択肢が何を意味するものかっていうのは分かると思いますが、はい、公開収録なんですよこれ。今収録しとるんで、それを後日 YouTube の方にアップする形になっております。近道を使う、遠回りする、これは何を意味するかって言うたら、今主人公らがあの鬼ごっこしょん、鬼ごっこしょんですよ。で、1回目さ、あの主人公とヒロインが2人でおって神社に行こうってことになったんやけど、近道を使って神社に行くか遠回りして神社に行くかの2択迫られたんですよこれ。それでね、どっちにしようかなっていう選択肢のところで前回終わって、まあスタートがこういうわけですよ。というわけで、どっちにしますかって言ってもね、セーブしとんでね、これどっちも見えるんですよ。だからどっちも見るつもりで、もう今回の生放送を進めていきたいと思います。さて、どっちに、皆さんは、視聴者さんの皆さんはどっちがいいと思いますか？近道を使うか遠回りするか、どっちがいいと思いますか？いや、どっちも見るんですよ。どっちも見るんやけど、皆さんの勘は当たっているかチェックでもしとこう。近道か遠回り。夏行き、鬼の夏行きが、この近道、すぐにあの神社に来るか、後に後回しにして神社に来るかっていうんで、ちょっと捕まるか捕まらんかの判定が出てくると思うよな。遠回りはドラマがある。何のドラマかわからん。遠回り、わかった、遠回りで行きます。遠回りね、遠回り。特に理由はないが、遠回りにしよう。いや、頭の中にさ、あの頭の中の凌介でさ、10人ぐらいがさ、遠回り遠回り遠回りってめちゃくちゃ遠回り指示しようけんな。だから遠回りにしたんだ。理由はないわけじゃない。そう決めて歩き出す。遠回りっていうんが、吉と出るか凶と出るか。しばらく小鳥と一緒に歩いていると、ああ、イリナさん、ん、小鳥と涼介じゃないか。こんなところでどうした？あ、イリナさん、なんか最近変なところで会いますね。イリナさんと出くわした。イリナさんこそ、こんなところでどうしたんですか？そりゃあ、もちろん仕事だよ。こんななりでも社会人だからな。お？ってことは、RCH とは別になんか仕事でもしとんかいな。平日の昼間は、はるたらいでいるものだ。はあ、はあ、RCH って国の国家の機関やけん、公務員でもしとんかな、いつもは。仕事というのは、ものは、つまり RCH の活動ということになる。え？ RCH が仕事なんか。RCH 以外に仕事があるとかじゃなくてか。敵関連ですか？まあそうだ。最近私が発明した新アイテムを島中に設置しているところだ。そうか、ユリナさん。発明家か。発明とか、研究家や。研究家やけんな。そういうん研究所やな。新アイテム。そう。まあ言うなら敵の探索機だな。ペペペペン、敵探索機。イリエモンみたいな感じになるのか、イリエモンみたいな。ポケットあるか、ポケット。今までもいくつか探索機はあったんだが、今回のは従来より性能がいい。より広範囲の索敵が可能という代物だ。どんどん進化していくんやな、そういう道具も。技術的なやつ。それをイーナさんが発明したんですか？そうだが、なんだ、その意外そうな顔は。いや、イーナさんって発明とかできるんですね。おいおい、何言ってるんだ。私の専門はもともとそっちだぞ。小鳥の面倒を見る方がついてだ。そう、冷静に考えればわかるはず。バカにしてんじゃねえぞ、こら。その、なんかすごい気持ち悪いものを見るような目でこっちを見てんじゃないよ。ああ何が？もしイーナの専任が私の面倒係なら、もっと料理がうまいし、運転もうまい。確かに。失礼なことを言わずな。どっちも事実。あはははは。なんだかんだ言って、実際にイーナさんと目を向かって話す機会はあまり多くない。そういうことで、僕は敵について少し聞いてみることにした。
敵って昼間はどうしてるんですか？昼か。昼は暗い場所にいるようだ。どうやら明るい場所が苦手みたいでな。へえ、そうなんですね。大きい敵はあと2体って聞きましたけど、もう1は掴んでいるんですか？あと2体？そんなこと誰から聞いたんだ？え？大野さんですけど。あ、大野さん、重要な秘密バラしたんだったな。わあ、これは密告しちゃった。大野さんの不備を密告しちゃったよ。あー、大野さんクビになるぞ。わー、ほい。そうか、あと2体なんだな。感心しちゃった。イーナさん、あと2体ってこと知らなかったのか？え？いや、大野がそう言うなら間違いない。ああ、はあ、知らんかったんや。イーナさん残りの数知らんかったんや。話を少し戻すが、その2体の位置はまだつかめていない。だからこそこうして探索機を取り付けて回っているんだからな。そりゃそうですよね。イーナさんと話し込んでいると、小鳥が僕の服の袖を掴んできた。りょうすけ、早く逃げないと夏雪来る。あ、そうだった。じゃあ僕たちはこれで。私もまだまだこれを取り付けて回らないといけないから、そろそろ行く。それじゃあまたな、りょうすけ。あ、はい。ということで、イーナさんと別れ、僕たちはまた神社を目指して歩き出した。おっと、和骨です。あ、和骨ですじゃないわ、和骨ありですやな。俺が言うんは和骨ありですやな。山の上にある神社に到着する。ここが神社。すごい、なんか日暮らしの泣く頃にとかで出てきそうなんやけど、お社様がたたりとかないだろうな。鬼降りかからんだろうな。なんとか夏雪に見つからないうちにここまで来られたね。うん。小鳥はキョロキョロともの珍しそうにあたりを伺っている。しばらくそうしていた小鳥は急に無表情になってつぶやいた。ここ何か来たことあるような気がする。え、マジで？え、でも初めて来たんでしょ？でもなんか来たことあるような気がする。曲しなっとうけんな。神社の敷地なんて見た目はどこもそう変わらない。このくらい小さい神社ならなおさらだ。もちろん小鳥が過去に埼玉島のこの神社に来たことがある可能性もないことはないが、多分似た神社と勘違いしてるのだろう。この奥に続く道ってある？いや、そんな道はなかったと思うけど。そう、やっぱり勘違いかな。そんなことを思っていると、石段を登ってくる足音が聞こえてきた。まさか夏雪か？その音を聞いてすぐに体が反応する。夏雪か？もしそうなら全力で逃げ出さなければいけない。僕はことによっ手を取って逃げる準備をするが、そこで今更になって決定的な失敗に気づいた。どうした？やばい、この神社逃げ道がない。そう、ここから出ていくには登ってきた階段を石段を下る以外に道がない。やっちまったー、ボーミス、やっほーい。ここは行き止まりで、鬼ごっこに向いた場所ではなかった。りょうすけ、小鳥が心配そうにこっちを見つめてくる。いい考えが浮かばないまま立ち尽くしていると、足音の主は神社の敷地までたどり着く。え、しかし現れたのは予想外の人物だった。あ、刹那圭介さん、こんばんは。こんばんはです。なんでお前がいんの？クリスさん、なん、あのさ、イーナさんもクリスさんもお前ら兄弟さ、もう意外なところで出会うね。ねえ、どうしたお前ら昼間暇なん？いや、イーナさんは仕事しよったけど、お前暇なん？この時間暇なんか？テツクの部屋でも見えればいいのに。おう、リョウスケ、小鳥、クリスさん。やってきたのは夏雪ではなくクリスさんだった。その姿を見て小鳥が身構える。敵ですからね。あの人、いつも私を妨害する人の一人。うん、知ってる。臨戦態勢に入る小鳥だったが、
それに対してクリスさんは小さなため息を吐き出すだけだった。ああ、そんな身構えんなよ。別に今日は何をしようってわけじゃねえ。クリスさんの口ぶりからすると、僕たちがここにいるのを知っていてここに来た様子だ。たまたま偶然ここで出会ったというわけではなさそうだった。なんだ？クリスさん、俺らに何かしようとしてるな。まさか薬か、薬を打ちに来たのか。やめろ。お前らが二人だけでいる時なんてあんまりないからな。いい機会だと思って追いかけてきたってわけだ。なんだ？俺ら二人になんか関係のあることか？まさか結婚式の場所のカタログ持ってきてくれたんか？だとしたらありがたい。ありがたいけどすぐにもらうけんさ、帰ってくれ。はよ。小鳥は険しい顔つきのままクリスさんのことを睨み続けている。今日はお前たちに話を聞いてもらおうと思ってきた。え？何のこっちゃ？話？そうだ、お前たち、いや、小鳥や RCH にしている行動がどれだけ愚かなことか、それを説明するために来たってわけだ。そんなの聞く必要ない。あなたは私の敵。いつ飛びかかるかわからない顔で小鳥は身構え続けている。僕はなるべく声を落ち着かせて小鳥をなだめた。ねえ小鳥、聞くだけ聞いてみない？え？僕は前からクリスさんとは一度ちゃんと話がしてみたいと思ってたんだ。ダメかな？そうは言っても小鳥はなかなか納得できないという顔のまま。しかししばらく黙って考えた後、涼介がそう言うなら。そう言ってどうにかうなずいてくれた。というわけで話してみてください。そうやな、向こう側の意見もちょっと聞いてみたいよな。なんで兄弟が敵対しとるかも、そのあたり分かってくるかもしれんけんな。敵を生かしたらどういうメリットがあるのか。ああ。クリスさんの話が始まる。お？何この回想？ん？何か回想シーンが始まるかなと思ったら、なんだ違うんやな。そういうわけじゃなかったんやな。なんだった今の黒いやつ。黒く画面を黒くしたやつ。お前たちが敵と呼んでいるあれを俺たちは情報保有個体と呼んでいる。なんかこの名前聞いたことあるな。フェイントか、ほんとフェイントか、もう。何か始まるかと思ったやん、過去の回想シーンみたいなのがさ、過去どんなんがあったんや、クリスさんみたいなのが始まるかなと思ったやん。ちょっと一泊入れてきただけかいな。情報保有個体だ。その名前からわかるかもしれないが、奴らは特別な情報を持っている。特別な情報？その情報というのは、今の俺たちの世代にとってオーバーテクノロジーと呼べるものだ。未来の、もう今の技術は考えられないほどの高性能の技術か。初耳だった。敵にそんな情報が。でもどうして？お前たちは P ショックの P が何のことか知らないだろう。確かに P ショックの P ってなんだろうなって思っとってさ、 P ショックって言葉が出てきた時さ、俺パパショックって言うたんよな。パパショックパパショック的なこと言ったよ。パパ料理作れなくてショックみたいな。その何らかの要因を私たちは P ショックと呼んでいる。あ、さっき言ったやつじゃ。P ショック、パパの料理がまずすぎてショックの略やね。なんなん P ってなんなん。はい、 P ショックの P はパラレルの頭文字から取られたものだ。パラレル、パラレルワールドとかのパラレルか、あの並列に並ぶって意味のパラレルか。え、ってことはさ、パラレルワールドみたいな感じであったわな、あの暗い世界。あれとなんか関わりあるんか、パラレル。パラレルとは平行、つまり P ショックとは平行世界がこの世界に干渉したものであるという推測がなされている。え、平行世界。その単語自体は SF 小説や漫画などで多少は耳にしたことがある。でもそんなものが本当に存在するなんてにわかには信じがたい。信じられないっていう顔をしているな。まあそれならそれでもいい。憶測でしかない以上、信じるも信じないもお前次第。憶測なんでまだ。
大事なのは平行世界の有無ではなく情報保有個体に価値があるということだからな。だから敵を倒そうとする俺らを邪魔しようっていうそういう魂胆があるんやな。だがそれがどうしてそういう価値があるかっていうのを聞きたいよな。こっちはふと個体の能力や敵の存在という非日常的な要素が思い浮かぶ。自分の目で実際に見たからどちらも事実として受け入れられているが、人から聞かされた話なら信じられなかったかもしれない。それに比べれば平行世界の方がまだ現実味のある話だった。情報保有個体に汚染された人間は確かにみんな精神を病んで中には自殺してしまう人もいる。だけど汚染された人間を調べることで俺たちは、いやこの世界の人類は多くの英知と呼べる知恵や知識を手にすることができる。それをむざむざ消し去ってしまう RCH の行動が本当に正しいものかどうか、ああそのオーバーテクノロジーを人類の役に立たせることができるかもしれんということだよ。だから敵を生き残らせてそこから情報を得ようぜっていう考えがあるんやな。向こうの敵対しとる勢力の方にはクリスさん側にはそういうのがあるんじゃ。お前たちにはちゃんと考えてもらいたい。言われたことを頭の中で整理する。僕たちが敵と呼んでいる存在はこの世界とは別の平行世界からやってきたものであるらしいということ。そしてその世界はおそらく今僕たちが存在しているこの世界よりも科学力が進んでいるんだろう。あ、そんな感じだったな。暗い世界なんかすごい太陽エレベーターみたいな塔があったりなんとかシステムみたいなのがあったような。そうやな、科学力高いなあれ。だから敵に取り憑かれた人を調べることでこの世界の人類は未だ知り得ない多くの知識を得ることができる。でもそれって結局は利益を得るために犠牲が出ても目をつむるってことですよね。つまりそういうことだ。つまりRCH がどんな利益を得ようとも人を犠牲にすることは良くないってことで敵を倒す。その敵対しておる勢力がその知識とかを利用した方がいい。人を多少犠牲になっても仕方ないみたいなそういう考えで、で対立したわけじゃ。ようやく分かってきたんや、この対立しとる意味が。しかもその犠牲になるのはこの島の住民なんでしょう。僕の言葉にクリスさんはしばらく黙っていた。だけど迷いのない眼差しをこっちに向け、ゆっくり話を再開した。俺も以前はお前と同じ考えだった。犠牲を伴わなかった利益、ね、伴った利益なんて求めてはいけないものだ。そう思っていた。だったらなんで？情報保有個体を調べていく中であることが判明したからだよ。あること？人類はこの先数十年の間にある病気と遭遇することになる。病気？その病気は人類を絶滅させるもほどのものだ。え？だが情報保有個体に汚染された人間を調べることでその対抗策を見つけ出せるかもしれない。それなら俺たちがすべきことはただ一つ、どんな犠牲を払うことになっても人類救済する方法を得る。それをお前は間違っている行為だと思うか？ああやべえ、そう考えてきたら仕方ないような気もしてくる。クリスさんが考えてる方法もわかる気がする。まさかそうやな、聞いてきたよ、人類が絶滅するみたいな話暗い世界の方であったもん。あれか、あれと同じことが起きるんか。それはその問いにすぐには答えを出せそうになかった。本当に本当のことなんですか？ああ間違いなくその病気は人類を襲う。だからこそ小鳥には敵を倒さないでいてもらいたい。研究がうまくいけば病気を未然に防ぐこともできるはずだ。ここで全ての敵を倒してしまったら人類が助ける方法はなくなってしまうかもしれない。隣にいる小鳥の顔には迷いの色が現れていた。将来人類は、ね、絶滅してしまうかもしれない。しかもそれはそう遠くない話だとクリスさんは言う。人類が助かる方法は敵を調べること。調べるためには誰かが敵に汚染されなくてはならない。そして汚染されればその人は死ぬかもしれない。
そんな戦いに小鳥ちゃんが巻き込まれとんかになって話を聞いたら、もうどうすることもできんよな。敵がいるのがこの島でさえなければ、僕はクリスさんを支持していただろう。人類を救うために僕と関係ない人間が犠牲になるとしても、きっと心は痛んでも仕方ないことだと思ってしまう。それどころか犠牲になりたくないという人を非難する可能性だってあった。ただ敵がいるのはこの島だ。汚染され犠牲になるのはこの島の住民なのだ。それはもしかしたら僕の家族かもしれない、友達かもしれない、僕自身なのかもしれない。そうなってくると話は別だった。犠牲になるのがこの島の人たちなら私は敵を斬る。そういったことにの顔にはまだ迷いがうかがえる。こんな女の子をこういう場に叩かせておくんがちょっと間違いよな。でもきっと本心だったはずだ。それは小鳥の表情を見ればわかる。もちろんそれについてはこっちもいろいろ手立ては考えている。え？そこで初めてクリスさんの顔が曇る。つまり犠牲になる人間をこちらで用意するということだ。RCH の妨害をくぐり抜けてこの島に来られたのは俺たち数人だけだったが、もうすぐ独自のラインを確保できる。そうなれば被験隊をこちらこの島に連れてくることも可能になる。俺たちだってこの島の住人を犠牲にするつもりはない。被験隊というのは善良な一般市民を拉致るようなことはしない。例えば表向きに裁けない犯罪者や警察がいろいろな都合で手を出せないでいる連中、そういった何かしら問題のある人間たちだ。だったら実験材料にしてもいいのかといえばきっとそうではない。でも現状では一番いい選択であるように思えた。小鳥の瞳は揺らいでいる。本当や、でもこんなもう決断迫られても困るような話に持ち出されとんやもんな。迷っているのだろう。このことをイーナさんは？もちろん知っている。でも姉さんはどんな人間であっても犠牲を出すやり方を良しとしない。だからいくら話しても分かり合うことはできない。そうですか。球技大会の時の二人のやりとりを思い出す。あの時の二人を見る限り、お互いに話し合いで解決するつもりはないように見えた。お前は、俺はお前たちに自分の考えが正しいと押し付けるつもりはない。だが、本当のことを知らないまま、今まで通りに情報保有個体を消し続けるのはやめてほしかった。だから考えてくれ。小鳥だけじゃ答えは出せないのかもしれない。だから、涼介、お前にも話した。お前たちが考えた結果、俺と敵対することになるんなら、今後俺は容赦しない。俺は自分のやり方を信じてそれを突き通す。話はこれで終わりだ。そう言って、そう言い終えて、背を向け、クリスさんは石段を下っていく。僕たちはしばらく何も言葉にすることができなかった。いや、みんなでワイワイキャッキャと鬼ごっこしようって話だったやん。話だったのに。こんなシリアスな話になるかね。で、夏雪が葛藤みたいな話になってるし、これ。ダブルでショックだよ。本当に貴様らは弱いの、弱いの。こんな声だったっけ、夏雪。夕方、本拠地へと続き道。結局、僕らは全員夏雪に捕まり、応援して並んで歩いている。鬼ごっこはこんな急展開にやで、本当。鬼ごっこ負けてるやん。鬼ごっこメインでやってきたかったのにシリアスメインになっちゃった。なんで場所わかるのかしら。うまく隠れたつもりなのに。こいつの勘はちょっとおかしいところがあるからな。野生児ってやつだね、夏雪。それは野生児だね。お前5歳ぐらいまで、なんか動物に育てられたとか、狼に育てられたとかいう過去あるんちゃうんか。猿よ、猿。人間じゃないわ。負け犬が好き勝手吠えてるぜ。
むっけ。もう、でも、涼介と小鳥ちゃんはね、もうそういうところじゃないからね。ん？お前たちはなんでそんなにテンション低いんだ。ずっと黙っていた僕と小鳥に、歩は不思議そうな顔を向けてくる。いや、なんでもないよ。そういや、二人とも、俺に見つかった時も逃げようとしないから、張り合えなかったな。何かあったの？え？ううん。本当に、なんでもない。あっそ、ならいいけど。相談できるような内容じゃない。それに今ここで悩んでいたって答えを出せるわけじゃない。小鳥、ん？いろいろ考えちゃうかもしれないけど、きっと焦って答えを出しちゃダメだと思うから。だからあんまり思い詰めないでゆっくり考えよう。うん。真剣な話の時、小鳥がどういう風に考え、どのように考えているのか僕には想像もつかない。実際に敵を倒すことができるのは小鳥だけ。だから一番悩むことになるのは彼女に決まっていた。僕にできることは何かあるだろうか。なるべくなら小鳥を支えてあげたい。いや、あげたいじゃダメだな。小鳥の力になれるようにとにかく自分にできることを考えよう。少なくとも考えることは僕にもできるし、今はそれ以上できることはないだろうから。こんな回だったか。さて、キャスの時間がもうよ、あと5秒、終わります。キャス終わります。お疲れ様でした。めっちゃ終わりが雑。刹那圭介のおまけ、略して、刹那圭。なんか、略すの下手くそや。ですね、生放送中にね、近道を使うの方が見れなかったんですよ。遠回りだけの方だけしか見れんかったんですよ。ちょっと時間がなくてね。なんで、この近道を使うっていうのを今から見ていきたいと思います。番外編だぞ。よし、近道で行こう。多分、イーナさんと出会わんのだろうな。あ、こんな道になったんだ。神社を目指して、二人で行く。すると、あ、マリンちゃん。あれ、愛坂先輩、何やってるんですか？こんなところで。いや、マリンちゃんこそ、え？文化祭の会議とかがないん今日。え、コナミちゃんは？コナミちゃんと一緒じゃない。萌崎と出くわした。ああ、なんかこっちの方は、これはこれでいいな。イーナさんとは別の方向で。なるほどな。ここの出会いが変わるわけなんや、やっぱ。案の定。え？素直に鬼ごっこと言うのは恥ずかしい。中学3年生にもなって鬼ごっこやってるんですか、先輩みたいな感じなの。いや、マリンちゃんは別にそんなところを突っ込んでこんけんさ。言ってもいいんちゃうん。言ってもいいと思うんやけどな。中学3年生で鬼ごっこっても悪くないと思うんやけどな。俺、高校3年生で鬼ごっこしたことあるんやけど。そういうわけで、と思っていると。ははー、なるほど、なるほど。マリンちゃん、君が言おうとしてることを当ててやろうか。二人でデートですねとか言うだろ、君だったら。ほら見てみ、小鳥を眺めながら森崎がにやけた顔を見せてきたとか書いてるぜ。この顔は何か勘違いしている顔だ。勘違いでの内容は大体わかるぞ、俺は。デートというわけですね。言うと思った。君ほど僕は愛に溺れちゃいないんだよ。小鳥ちゃんとはゆっくりゆっくり好感度を上げていくタイプなんだ。デートなんてまだ早いと思っているね。まあ、したいけど。違うって。デートって何？小鳥ちゃん、それは知っとこうぜ。デートも知らないんですか？もうそりゃ言おう、そうなるわ。マリンちゃん世代だったらもう、マリンちゃんぐらいの年だったらもうデートも知らないんですかって言ってもしょうがないわ。うん。うんって普通に言っちゃったけどね。小鳥ちゃん、君そこまで、世間知らずかね。記憶失ったからってそこまで忘れるかね。あ、そっか。佐藤先輩って記憶喪失って言ってましたもんね。記憶喪失でそこまで忘れるのか。曲喪失で怖いね。デートっていうのは仲のいい男女、いや男女問わず仲のいい二人でいろんな場所に行ったり遊んだりすることですよ。お前、自分とコナミちゃんの関係混ぜようとするな。お前無理やり男女問わずって言ってたもん。お前らはデート、まあいいや、女の子同士のデートってもう悪くないような気がしてきて、しょうがないな。うん、それでいいや。俺はそれでいいや。視聴者さんはどう思うかは俺はそれでいいよ。じゃあデートで会ってる。まあそうやな、そう考えたら友達関係ということになるからな。いや、困ってる困ってる。このままからかわれ続けるの、
嫌なので、なんでもこれ嫌じゃないな、クソなのでクソってことだ、クソではないな、これ尺かな、尺なのでか、話を変えることにする。もう森崎こそ こんなところで何やってんだよ。私は買い出しですよ。昨日の打ち合わせお菓子だけじゃなくて少なくてお腹減っちゃったから。なるほどな。ああつまりなんか間に何か食べようとかいうこと考えてな、それを買いに来たわけじゃ。打ち合わせはちゃんとやいよんじゃ。昨日打ち合わせから戻ってきた後に伊豆の作ったご飯を食べていたクラミとヒヨコの姿を思い出す。クラミとヒヨコはどう、うまく打ち解けてる？はい、思ったより早く私の友達とも打ち解けてくれています。やっぱりやろうと思わんだけでさ、やろうと思えばできる子たちなんだよ、あの子たちはね。そっか、それはよかった。でクラミとはその後どうなの？どうって別に何もないですけど。おい、恋をする女の顔になるよって。ふーん、なんですかその目は。これからですから、別に焦ってません。なんですかって、なの1個目になってきて、もう1回なんですかって言うたあたり焦っとるだろそれじゃあ私みんなも待たせてますから、これで失礼します。逃げたな、今ちょっと焦って逃げたな。そう言ってマリンは、マリンって言っちゃってる、え、呼び捨てになってるやん。あれ、いつの間にマリンって名前呼んでるの？涼介、ここの中ではマリンって呼んでるの？え、いつの間に？これまではあれ森崎って呼んでなかった、マリンになってる、いつの間にか。今気づいたけど、いつから？がっくり向かって歩いていった。しばらくその背を見送っていくと、いると小鳥に服の袖をつかまれる。早く行けないと夏雪に捕まる。あ、そうだった。で神社来るんじゃ。なるほど、イーナさんとの会話が森崎とのマリンちゃんとの会話に変わった感じやね。なるほど。というわけで今回はまあこの辺でね、ワイドさせていただきます。まあ今後ともどうもちょっと生放送の方で選択肢の片方が見れんかった場合はこんな感じで後で収録して後につけたいと思いますんで、よろしくお願いします。バイバイ、みんな、またね。楽しい鬼ごっこのはずだったのに。クリスさんから知らされたその真実は、涼介と小鳥ちゃん両方ともの心にずしんとのしかかる、そんな感じの回でしたね。この話を聞いてなお、小鳥ちゃんは戦い続けることができるのでしょうか。